はい、今回はですね、平塚八兵衛という、まあ、刑事についてちょっとお話していきたいと思います。未解決事件でですね、犯人をでっち上げたっていうことが、これ話題になっているんですが、あまりこの話が、まあ、多くの方のところに届かない、まあ、そういった理由について、まあ、ちょっと僕なりに思うところをお話していきますので、よかったら、最後まで聞いていただければと思います。あと気になった方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。前ですね、あの吉野部ちゃん事件っていうので、ちょっとだけ、吉野部ちゃん誘拐事件というのでちょっとだけ、まあ、触れたんですが、まあ、この平塚八兵衛っていうこの刑事っていうのはこれかなりクセモンなんですよね。で僕は、これかなりクセモンだと思ってるんですけれども、まあ、ちょっとあのリスナー様が、まあ、そう思われない、ね、となんで、まあ、ちょっとあの、まあ、分かる限りの話を、させていただきたいと思うんで、今回はこの平塚八兵衛という刑事に、注目していきます。ちょっとね、表現が、あんまり良くないのかもしれないんですけど、こういうような言い方が一番わかりやすいかなと思うんであえて言いますね。平塚刑事っていう刑事の平塚八兵衛っていう刑事の正体は、アメリカの犬ですよ。もう それだけです。で何を言ってんのかなって思われるかもしれないんですけど、なんでそういうことが浸透しないのかって、そういうこともね一応僕なりに思うんで、まあ、そのことを、お話ししていきます。平塚八兵衛っていう刑事に関して、多くの人、ね、まあ、日本っていうか、まあ、日本ですよね。多くの人が、まあ、誤解っていうかしてるんですけど、それっていうのは、あの、理由があるんですよ。あの、お年の八兵衛とかね、あたかも優秀な刑事のようなことを、マスコミが、そのような情報を流すので、ああ、この人は、あの、優秀な刑事なのかな、お年の八兵衛とかって言われるのかなっていうけど、この刑事とんでもありません。あの、全く無実の日本人を、犯罪者として、でっち上げる、いわばそういう鬼畜な人間であります。そしてそのことについて今回は最も難しいとされている事件を、考えながら、ちょっと一緒にリスナー様にお伝えさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。僕がね、あのこんな話を、していること自体、まあ、言葉は悪いですけど、それなりに思うことがあるんですよ。普通にしてるあの刑事とかね、普通にしてる警察とか、まあ、犯人にでっち上げられることのない、そういう人たちに対して、こういう話をあの当たり前ですがすることはないんで、こういう話が出たら、あ、まあ、何かあるんだなって思っていただければと思います。一応ね、まあ、結構いろいろ調べてるんで、で、まあ、最初に、ちょっとだけ言いますけど、まあ、吉野部ちゃん誘拐事件っていう、まあ、事件ね、あとは、まあ、あの帝銀事件っていうのをちょっと今回、まあ、モデルにというか取り上げながら、考えていきます。まずこの平塚八兵衛が誤解されるっていうのはもう完全にこれっていうのはテレビの影響だと思うんですが、テレビっていうのは、いつも言ってますけど、テレビマスコミっていうのは後ろにアメリカ CIA が、ね、あの裏側で工作してるんで、アメリカ CIA が出したい情報を出すんですよ。つまりアメリカ CIA は何を出したいのかっていうと、平塚八兵衛はいい刑事ですって、平塚八兵衛は優秀な刑事ですって、平塚八兵衛はお年の八兵衛ですって、そういう情報をあの日本国民、マスメディアに、通じて出したいんですよ。そして、そのことを出したい理由っていうのも、まあ、僕なりにね、思うところはあるんですよね。うん、だからこの、例えば、今回お話し、させていただこうと思っている吉野部ちゃん誘拐事件とですね、帝銀事件の、真相に、触れられたくないからです。あので別にこれっていうのはなんていうのかな、あの変なところを探るとかそういう話じゃなくて、普通にですよ、まあ、リスナー様も僕もあの思うと思うんですけれども、まあ、これに関しては間違えてないなと僕は思うんですけど、あの罪のない日本人がね、自白強要に追い込まれたりとか、警察が暴力を振るって、まあ、無実の人を、例えば罪にでっち上げたりとか、時にはね、無実の人をあの自ら命を絶つように追い詰めたりしてるわけですよ。それがこの平塚八兵衛っていうあの刑事の、正体です。でなんでそんなことを言ってるし、なんでそういうことになるかっていうと、これっていうのはすごくシンプルって言ったら申し訳ないんですけど、シンプルな構造があるんですよ。犯人を出したくないんですよね。犯人を出せない、出したくないというか、犯人を表に出せない、事件で、こういう、まあ、あの最低な刑事が、ね、活躍して犯人を、まあ、無実のところから犯人をでっち上げると、そしてその人が、あたかも犯人かのように見せかけるっていうね、そういうあのでっち上げですよね。うん、でそれがこの吉野部ちゃん誘拐事件と、帝銀事件、他にもありますが、ちょっと複雑化しているものが、あると、まあ、ちょっと説明がっていうことなんで、とりあえずこの2つの事件を、通してお話していきます。で
まあ、リスナー様が調べたことあるかもしれないですが、吉野部ちゃん誘拐事件、プラス冤罪とかね、定銀事件プラス冤罪とかっていう、そういうのが、ヤフーとかグーグルの検索窓に入るんですよ。それっていうのは、まあね、そういうことを思う人が、まあ、多かれ少なかれいらっしゃるっていうことなんですよね。そしてこの2つの事件に、平塚八兵衛っていう刑事が、ものすごく深く関与してるっていうことです。全く罪のない日本人が犯罪者にでっち上げられる、そういうような、あってはいけない事件、この事件2つについて、個々個別にね、考えていきます。定銀事件の方は結構難しいですが、ちょっと考えていろいろ調べたんで、これだったら多分こういうことなんじゃないかなって。で、僕はそのね、頭悪いんで、その難しいことも一切言わないんで、リスナー様が一つでも分かっていただけるようにね、まあ、ちょっと今回も精一杯、お話していきたいと思います。まずね、吉野部ちゃん、誘拐事件の方からいきますが、これはもう過去に一回出したことあるんで、そこまでね、深くは、まあ、話さずというか軽く、お話しさせていただきたいと思います。平塚八兵衛が、吉野部ちゃん誘拐事件で小原保を犯人ででっち上げたっていうこの件についてね、でこれっていうのは難しいことを言うとね、もう全くわけがわからなくなるんで、もう一言でね、さらっといきますけど、戦後最大のね、誘拐事件と言われてますけど、この吉野部ちゃん誘拐事件で、ね、これっていうのは小原保を犯人ではないっていうことです。もう難しく言ってね、もうなんかわからなくなってしまうと良くないんで、サクッとね、いきますね、吉野部ちゃん、誘拐事件が起こったその当日に、小原保は犯行があった東京にいなかったっていうことです。福島にいたんでアリバイが成立している、この時点で無実が確定するっていうことです。警察は、どうしてもこのアリバイを崩してません。警察はこの、小原保が福島にいたってアリバイを崩せませんでした。そしてそのアリバイが崩せないことから、平塚八兵衛が出てきて小原保を犯人にでっち上げたっていうことです。このことっていうのは、犯人こそね、まあ、正直に言って、小原保が犯人ではないっていうことは分かってるんですよ。しかしその先の、じゃあ真犯人は誰なのかっていうところまではある程度の大方の予測はつきますが、犯人が、誰かという特定ができないっていうことです。ちなみにね、まあ、この、吉野部ちゃん誘拐事件のね、まあ、事件を見たね、まあ、元監察医の上野正彦っていう人ね、遺体の状態が、誰が誰だかわからないっていうことを言ってたんで、まあ、このこともおかしいなと思いますし、小原保っていうのは足が不自由だったんで、この事件の当日、まず、まあ、福島にいたんで、ね、東京にいなかったんで、まあ、犯人ではないんですが、こんなこともできるわけないなとかっていうのを思うんですよ。で、まあ、ここからはね、ちょっとだいぶ嫌な話をしますが、おそらくですけど、まあ、リスナー様は、これを思われるかなとかって思うんですけど、この多分ね、僕ちょっと考えたんですけど、吉野部ちゃん誘拐事件のまず犯人というのは、これアメリカ CIA の下部組織の、まあ、可能性が高いんですが、このね、吉野部ちゃんの遺体の状態が おかしかったっていうことを考えると、おそらく子供を丸す前に、散々な恐怖を与えて、その、恐怖のシーンを撮影したビデオね、スナフビデオっていうんですけど、その撮影を目的だったんじゃないかなって。そのスナフビデオっていうのは海外で高額で売れるっていうことが分かってるんで、その犠牲にあった可能性が高いかなっていうのがまず一つ思いますね。子供の遺体の状態が白骨化して分からなかったっていうことなんで、あるいは考えられる可能性としては、臓器を目的として、まあ、臓器売買のビジネスにやられたか、あるいはね、このスナフビデオっていう、子供を丸す前にね、恐怖を与えて、まあ、そのシーンを撮ったビデオを売ったかっていう、まあ、いずれにしても、まあ、このようにあってはいけないことを目的とした犯罪だと思いますが、当然一人の犯行ではないと思います。アメリカ CIA の下部組織の人間が複数犯で行った事件であり、小原保は犯人ではない、こんなことできない、こんなことはしないし、何よりお話ししましたが、事件当日にアリバイがあったということから、無実であると、僕はそう思ってます。そしてここまで言うか分かりませんが、この吉野部ちゃん誘拐事件が冤罪 なのではないかと検索する人、大なり小なりこのようなお考えを持って、まあ、事件を見てらっしゃるのかなと僕は思います。そして続いてですが、これ結構難しいんですが、ちょっとどうかなと思ってね、いろいろ前から調べてみてたんで、今回はこの形で行ってみようかなと思うんですが、まあ、謎とされている、まあ、定銀事件というね、まあ、事件がありますが、この定銀事件の犯人ですね、これは、平沢貞道ではありません。
一部の人たちの間で言われている、まあ、どうかなと思うんですが、731部隊っていうのの関与、あるいはですね、まあ、難しいんですが、登戸研究所というところの人間が、関与した事件ではないかということを言われています。そして、なんでそんなことが言われるのか、それを、リスナー様が、分かっていただけるように一つでも、なんとかって思って、ちょっと今回お話ししていきたいと思います。難しいことは一切言わないので、うん、まあ、そう思って聞いていただければと思います。帝銀事件というのはですね、12人の、まあ、帝国銀行、まあ、椎名町支店の、方が亡くなった事件なんですが、この事件ですね、まあ、犯行、まあ、に使われたものが、まあ、毒物、まあ、毒で丸されたということになっています。この事件の犯人として、平沢貞道という、方がでっち上げになっていますが、この人犯人ではありません。なぜかというと、この平沢貞道という方は、毒物に関して、知識が全くなく無知であるということから、このような事件は起こせません。そしてですね、この事件というのは警察もグルになっている、警察も嘘をついているということが分かっています。ここからが難しいんで、ちょっとゆっくり考えていきますが、このですね、帝銀事件は、どういったことになっているのかということなんですが、警察の発表では青酸カリという毒物を使ったということになっています。しかし青酸カリを使った、という犯行であれば不可能であることが証明されています。12人の方が、亡くなっている事件なので、もしも青酸カリを最初に飲んだ場合は、まあ、人間がですね、亡くなっていくタイミング、それっていうのが、無理だということです。つまりこの事件というのは、警察は青酸カリを使っているということを発表していますが、この事件で使われた毒物は青酸カリではないということです。 まずここまで分かっています。警察が嘘をついている、青酸カリというものを使っていないということです。そしてここからが難しくなっていくんですが、では一体どんな毒物を使ったのかっていう話ですよね、うん、そして調べていくと分かるんですが、この事件で使われた毒物、この毒物の特徴というのは、飲んで数分間は効かない無味無臭の特別な毒物であるということが分かっています。もう一回言います。帝銀事件で使われた毒物、薬物は飲んで数分間は効かない無味無臭の毒物であるということが分かっています。そして気になるところですが、このような特殊な毒物、一体どこにあるのでしょうか。それを調べていくと、分かるところがあります。登戸研究所というところが研究していた青酸ニトリール以外は考えられないということです。この登戸研究所というところ、ほとんど存在が明かされていないので、全く、分からない、聞いたことがない、方がいらっしゃると思うんですが、ちょっと今回の、まあ、コンテンツで言うのが、難しいかもしれないんで、そうした場合は、まあ、ちょっと次にでも、言ってみようかと思うんですが、まあ、あの日本が、誇っていた細菌兵器を作る、研究所っていうか、そういうところだったんですよね、うん、でそこで作った、この毒物、うん、でこの、ここまでの消去法っていうので考えていくと、帝銀事件で使われたこの特殊な毒物っていうのはなかなか入手できない、無味無臭な特別な毒物、それがどこにあったかっていうと、登戸研究所の青酸ニトリール以外は考えられない、そしてですね、この青酸ニトリールという、この特殊な毒物を知っていた人間というのは限られていて、731部隊の人間、あるいは登戸研究所の人間、この二択になるっていうことです。しかしこの帝銀事件において731部隊も登戸研究所も一切調べられていません。なんでこれは調べられなかったかというと、理由があります。このですね、731部隊、登戸研究所というのは日本が戦争に負けてからアメリカ CIA が、ね、吸収したということが言われていて、アメリカ CIA の傘下のもとにこの731部隊登戸研究所が置かれていた、監視下に置かれていたということなんで、つまりこれっていうのはアメリカ CIA の、傘下組織に入ったんで、この時点で日本の警察が手出しをできなかったということです。つまりこの事件というのはこのような形で迷宮入りしたということです。真相に関しては、解明ができません。しかし、もうここまで分かってるんで、平沢貞道は犯人ではありません。しかし平沢貞道という犯人ではない人を、この平塚八兵衛が犯人としてでっち上げました。おそらくアメリカ CIA が後ろから指図した可能性があると思います。そしてこの気になるところなんですが、これに関しては正直あの調べてもほとんどわからないし、あのインターネットで有益な情報っていうのもほとんどないんで、まあ、ちょっとどうかなっていうのがあるんですけど、じゃあ一体この帝銀事件っていう事件はこれなんで起こったのかっていう話ですよね、うん、
全く意味のない、犯行動機のない事件っていうのは、考えられないんですよ、普通に考えてね。うん、そこで、考えていきますね。帝国銀行、椎名町支店で起こった、いわゆる通称帝銀事件の、犯行動機、あるいは犯行の目的は何なのかっていうことですね。うん、さっきお話したように、どちらか分かりませんが、正直731部隊か、あるいは登戸研究所が、この、生産、ニトリールっていうものを知っていたんで、このどちらかの、関与が、関係というか、このどちらかの関与しか考えられない事件であると思いますが、一体なぜこのような事件を引き起こしたのでしょうか。それが気になります。もちろんはっきりとしたことは分かりませんが、この後の、歴史の展開をたどっていくと、まあ、アメリカ CIA がですね、この青酸ニトリールっていうこの、まあ、特殊な、まあ、無味無臭の特別な毒物の、この効果を試そうとして起こした事件、なのではないかと、そういった説があります。おそらく、これぐらいしか、考えようがありません。何も目的が ないとしてやったとかっていうのは考えられないですし、平沢貞道が犯人ではないっていうことも、もちろん思います。平沢貞道という、無実の人がですね、平塚八兵衛に犯人としてでっち上げられたというありえない、事件です。帝銀事件。しかし、先ほど言いましたが、アメリカ CIA の、関与、ですね、やった人間が、ほぼ分かっていると言われていますが、アメリカ、にも取り込まれているんで、731部隊あるいは登戸研究所の人間であれば、この事件というのは、真相が、迷宮入りしているということです。ということで今回のコンテンツ、ここで終わらせていただきたいと思います。 平塚八兵衛という刑事がね、まあ、一体どういう人間であるかと、未解決の事件を犯人にでっち上げていたっていう、そういうことについてお話ししていきました。ですね、ちょっと、気になる方がいらっしゃるかもしれないんで、この、川崎のですね、登戸研究所、ここのやつですね、ちょっとこの次にコンテンツ出してみようと思うんで、次これだけで言ってみようと思います。川崎、登戸ね、この登戸研究所っていうものは一体何なのかっていうことについて、ちょっと次に、これだけ取り上げてみたいと思うんで、まあ、今回はここで終わらせていただきたいと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。気になった方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。